おい、なんで教員である君たちに俺が怒んなきゃいけねえの？なんで怒んなきゃいけないの？なんで生徒たちを怒った後に教員に指導しなきゃいけないの？すっげえ時間無駄なんだよ、この時間。なあ、教員、お前3年目で、お前も3年目で、お前4年目か。慣れてきたかどうか知らねえけど、修学旅行って、教員にとっては遊びじゃねえの。仕事なの。わかる？言ってる意味。遊びに来てねえんだよ。生徒たちを安全に旅行に行かして、安全に帰ってくるまでの作業をするっていう仕事なの。その仕事をするにあたり、お酒飲んでいいの？居酒屋で。バレないと思うことは大体バレるって思って行動しろ。なあ。お前今回生徒に、な、君たちが3人でお酒飲んでることをバレなかったからいいけど、これお前生徒たちにバレとってみ。何も言えんぞ。お前ら。じゃあ親からクレームいきます。ね。反論できる？なんて言う？いやいやいや、ウーロン茶でしたって。言える？言えないよね。自覚持っていくなよ。そんなだらしない奴が、あんな生意気に生徒に怒んじゃねえよ。違うかいな。なあ、俺にも余分な体力使わせるな、こんなとこで。お前なんか昨日ダニエルにブチ切れとったけど、お前これダニエルに言ったらあいつ多分ブチ切れるぞ、お前に。お前だって問題行動起こしてんじゃねえかよ、つって。正論だよね、ダニエル。まあ、ダニエルに限った話じゃないけど。いや、三人以外の教員もですよ。まあ、今年のね、この学年、まあ、一応学年主任を務めさせてもらってるけど、まあ、俺自身、だいたい25年目ぐらいか教員やって、一番緩い雰囲気が。まあ、こういう時ってだいたい修学旅行とか、まあ、大きなイベントで、トラブルが起きる。今、たまたま起きてないけど。まあ、今回この3人が、まあ、隠れて居酒屋で飲んでたとこ、俺がたまたま見て、ね。まあ、こういう会を開いてるけど、気引き締めてくれよ。なんか言うことあんの？お前。黙ってねえ、なんか言えよ、お前。お前同じこと昨日言ってたやん、生徒に。黙ってねえでなんか言えよって。同じこと言ってやるよ。黙ってねえ、なんか言えよ、お前。お、いや、まあ、ちょっと、まあ自分たちの自覚の足りなさというか、まあおそらく生徒にはバレないだろうなと思って、ちょっと気が緩んでたことは間違いないと思います。言わんと分からんか？こういうことも。生徒案外見てるからね。我々教員のことを。あなたたちが思ってる以上に見てるからね。細かいところまで。隙を見せるな。生徒に。常に気を引き締めて指導に当たれ。それはこの三人だけじゃないよ。今ここにいる全員だよ。じゃあそうじゃなきゃ、学年としての、ね、士気が高
良くならない。さっきも言ったけど、こういう雰囲気だったら、間違いなくトラブルが起きる。今、たまたま起きてるだけだよ。そのことをしっかり頭の中に入れてくれ。明日、二日目、ですけれども、また、まあ、一からじゃないけど、気を引き締め直して、無事に成功させましょう。終わりです。